水道代の支払いが来ました今ね PayPay ペイペイで払ったんですけども水道代ってのは各自治体つまり都道府県によって何がお得かってのが変わるんですよね。で、えー、支払い方も現金でコンビニとかで払うっていうね請求書払いもあるんですけども。 まあでもね今の時代私が考えるのは自宅でクレジットカードで払うか自宅で電子マネーで払うか PayPay ペペとか楽天ペイで払うかなんですよね、まあ、その中でもうー自宅でクレジットカードを楽天カードで払って楽天カードから楽天ペイにするみたいなチャージするみたいな方法があったりとかするんですよねでさらにそれが自治体のポイント還元も得れるみたいなね こういうのって情報とテクノロジーを組み合わせてで,できるお得な方法でしかも一番手間がかかんないんですよね今請求書を確認してなんか1分以内に払い終わりましたからねでもこれを従来のやり方で払おうとしたら何かのついでで払うとはいえね結局コンビニとか金融機関行かなくちゃいけないし場合によっては待つって作業が入ってきますよね最近だとコンビニで払いに行ったつもりがついでだからっていうんでなんかねパンと牛乳買っちゃったみたいなこともあるわけですよつまり なんか余計なお金の支払いが増えるわけですよねだから私は自宅でやると面倒くさいから買い物行かないって発想になるんでまあお金も時間も最小限の損失で済むかなと思うんですよ、うん、だからねこの情報とテクノロジーがあればいくらでも節約することができてあとは吉谷さんのやってる有料のライブ放送だってやっぱり情報とテクノロジーの組み合わせでできてると思うんですよね。 だから今の時代情報もないしテクノロジーもないって人は本当に全時代型のお金の稼ぎ方から脱出できないんでアルバイト情報誌でね時給の10円でも高いところを探してそこに出勤していくみたいなことになったり未だにこう履歴書を書かないといけないってことになったりねもちろんそれぞれの選び方ではあるんですけども知らないから選べない。テクノロジーを、 やっぱり身につけなかったから選べないっていうのはちょっと悔しいなと思うんでね。これからも置いていかれないようにしようかと思います。それじゃあ、いってらっしゃい。